フォーマ N900 イングは NEC によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。N900 イングは N900i をベースに GSM、GPRS、WCDMA といった海外の通信方式に対応させた折りたたみ式端末。国際ローミングサービスワールドウィングを利用できる。初代ハイエンドフォーマである n i には N900 is, N900 いるといった派生製品が存在するが、それらとは外観上の相違点が多い。形状は折りたたみ式であるが、アークラインではない。背面のカメラは124万画素ニューメイクバイコンを採用し、ヒンジ部分近くに配置。松下電機産業が開発したニューメイクバイコンを搭載した初のモデルとなった。サブディスプレイは、 N900 イチイ相当の1インチ t f t 液晶を搭載する。カラーバリエーションはオーシャンブルーの1種類のみ、青と銀とのツートンカラーである。国内はもちろん外国でもフォーマのサービスがそのまま利用できるハイエンド発の国際ローミング対応端末である。ただし旧シリーズすら初期のため待ち受け時間が大して長くなかった上、 国際ローミングにも対応させたことから、連続待ち受け時間が150時間と非常に短い。これに続く NTT ドコモの国際ローミング対応端末がしばらく販売されなかったこともあり、長きにわたって販売された。また、ワールドウィング用レンタル機としても広く導入され、多くの海外渡航者に利用された。2006年にはシンプルシリーズや M700 グ、 N900 にイズといったローミング対応端末が続々とリリースされ N900 イズはレンタルサービス低下で退役し2008年6月には N705i に置き換えられるしばらくの間は旧シリーズでの GSM の国際ローミングに対応している端末は本機のみであったが2007年に登場した N905i をはじめとする 905i シリーズの 登場によりその役割を得ることとなった。ありがとうございます。